はい、こんにちは。野球雲チャンネルの時間です。本日も、武田浩二がお送りいたします。ですね、今日は、野球雲の本誌の中でも、好評の、映画と野球ということで、映画と野球というのをですね、連載してるんですが、ちょっとこの野球雲チャンネルでもちょっと映画の野球映画のことについてちょっとご紹介したいなと思います。今日はですね、その第一弾として、ご紹介したいのが、こちらです。プリティリーグですね。ご覧になった方もいらっしゃると思うんですけど、これは1992年、アメリカの映画です。監督はですね、残念ながら昨年、秋に亡くなられたベニー・マーシャルという女性の監督なんですが、まあすごくいいんですよね。で、まあ配役がですね、主役がジーナ・デイビスさん、トム・ハンクス、そして、その ジーナ・デイビスの妹役で、ロリー・ペティさん、その3人が、まあ、大きな役ということで、であと他にマドンナが出てるということで、結構公開当時にはあのマドンナが野球をやってるっていうので結構話題にもなったりはしました。でですね、これは1943年から54年にかけて実存した全米女子プロ野球リーグの選手たちの奮闘を描いた映画です。で、まあこの監督はこの他にレナードの朝というですね、まあ、これも名作を作った監督で、そんなにたくさんの映画を作ってないんですが、非常にそのなんていうか響くというかですね、プリティリーグもまさかこういうベニー・マーシャルさんが作ってるとは思わなかったんですよね。で、まあ物語としてはですね、1943年第二次世界大戦が始まって、まあ、ちょっとして真ん中ぐらいですよね。でアメリカもいよいよそのメジャーリーガーが、戦地に行かなきゃいけないということで、まあ、当時の資本家はですね、まあ、野球メジャーリーグのビジネスとしての危機をなんとかしなきゃいけないということでですね、で今、アメリカにいる野球の得意な女性たちを集めてプロ野球を作ろうということが、まあ、その映画の最初の方に出てきます。でその中でですね、オレゴンの田舎に住むソフトボールリーグの選手の、ジーナ・デイビス演じるドティ・ヒンソンと、その、妹役ロリー・ペティが演じるキット・ケラーの姉妹のところに、プロ野球のスカウトマンがやってきまして、で、まあ、今度は発足する全米野球プロ野球リーグに女子プロ野球リーグに参加しないかということでですね、当初、まあ、ドティは乗り気ではなかったんですけど、その妹のキットがですね、こんな田舎から出ていきたいということですね、まあ、強引に説得されて、もうギリギリ列車に乗ってシカゴに向かっていくという感じで、それもなんか可愛らしいというか、まあ、綺麗な2人なんで結構花のあるような感じでかっこいいんですよね。で、まあいろいろとシカゴに向かう途中に全米から集まれた1000人の中から64人の選手が選ばれて、まあ、4つのチームにプロ野球のチームがあって、それにも振り分けられていると。でドティとキットは、まあ、ロックフォード・ピーチズというところに入団するわけですね。その、まあ、チームというのがですね、まあ、そこに、ダンサー上がりのメイ、これはマドンナがやってます。で他にもですね、途中で、まあスイッチヒッターの女性で、まあ、もう本当強打者で男性が恐れるようなマーラーと選手が入ったりして、まあ、なかなかキャラが立ってる、女性陣がこのチームを作っていきます。まあですね、そこでまた監督役でですね、トム・ハンクスがやるんですが、このトム・ハンクスは、まあの役がもともとナショナルリーグでホームランバッターで、怪我と叫びたりで、引退していった、ジミー・ドゥーガンという役で出てきます。
まあ、当初はですね、まあ、飲んだくれアル中ということで、なんで女がやるのかっていう感じでかなり舐めてるんですけど、まあ、なんかこのジミー・ドゥーガンっていう選手が、まあ、どういう人の、モデルになってるのかななんてなんとなく想像してたら、まあ1934年と31年に日本にも来たあのジミー・フォックスというフィラデルフィア・アスレティックスの強打者がですね、女子野球の監督をやってるんですよね。でもうでだけどあの人アメリカンリーグだからかなと思ったんだけど、酒でちょっとダメになったっていうのが、シカゴカブスにいたハック・ウィルソンという、まあ、すごく筋肉もりもりの、あの選手がいたんですけど、その2人がなんかこう被ってんじゃないかななんて思ってます。で、まあ、それはなぜそうなのかっていうのは後でまたご紹介しますけど、まあ、その4つのチームがリーグ戦を始めて、最初はちょっと人気がなくて、あのもう本当見せ物みたいだったんですけど、まあ、ある時そのジーナ・デヴィス演じるドティがですね、アクロバット的なプレーをして、それがライフっていう雑誌の表紙になったことによって、だん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 知れ渡り、また野球、その女子の野球選手のプレーの真剣さとか、まあ、うまいんですよね。もう女優の人たち本当野球がうまい、もうそれだけでもなんかびっくりして面白かったんですけど、マドンナなんかこの映画に出たいというためにですね、監督に直訴したいで出ることになったんですけど、そのために半年野球の練習をしたらしいんですよね。ですからヘッドスライディングをしてるとか、マドンナはあのセンターを守るんですけど、その様子とか、まあ、ちょっと走り方はたまにたどたどしいんですけど、その投球の体重移動とかですね、バッティングのその体重移動も非常にどの女優さんも素晴らしいです。全然不自然さがないですね。で、まあそういうようなところで、まあ、人気が高まるにつれて、あの監督もですね、あの酒もやめて真剣にコーチをして、その優勝のためにチーム一丸になったんですね。まあその後はですね、ちょっとぜひ見てほしいなと思うんですけど、やっぱりいろんなこうトラブルだったり感動的な場面があるんですが、まあ、特にですね、あの最初と最後がですね、そのこの女子野球リーグたちの選手のその後っていうか、まあ、年取った後の姿が出てくるんですけど、まあそれも若い頃の時代になんとなく合ってるような感じで、最初見た時はよくまあこんな特殊メイクをしたなみたいな感じで見てしまったんですけど、まあそこがあの実はその女子プロ野球リーグもあのクーパーズタウンの野球殿堂に殿堂入りするということで、そこにみんなが集まるっていうところが最後終わるんですけど、まあそこでですね、また感動的で、もう普通だったら号泣します。ですからやっぱりあの野球の凄さというか、あのアメリカの野球のその何とも言えないノスタルジックな雰囲気っていうのがもうこの映画で出てくるので、また野球映画がですね、野球ということを知らなくても結構楽しめるんじゃないかなと思ったりもします。それでですね、まあどの選手もキャラが立っているということで、まあ、本当に見てて楽しいです。で先ほども言いました、野球が分からなくても十分楽しめるような映画じゃないかなと思います。で先ほど あのジミー・フォックスじゃないかとか、ハック・ウィルソンじゃないかっていうのもですね、まあ、その野球殿堂でそのジミー・ドゥーガンがこう飾っているところに58本のホームランを打ったとか、まあ、500何十本っていうのがどうもジミー・フォックスとその数字がですね、あと1907年から1980何年っていうような、まあ、本当はその2人とも若く亡くなってるんですけど、その時代背景というかその生まれた頃のやつを見ると、なんとなくそんな1930年代に活躍したその2人はモデルになっているような気がしました。そういう意味ではですね、女子野球という、まあ戦争の43年か50年、10年間、約10年間あった社会に翻弄された女性たちをやっと野球界も認めたみたいな感じで、これから日本もね、女子野球、プロ野球があると思うんですけど、もしかしたらこの映画を見ることによって、なんかそのスポーツの
寛容さとか面白さを十分楽しめるんじゃないかなっていうか、まあ、必要なんじゃないかなっていうことも感じることができた名作だと思います。ぜひですね、一度皆さん見ていただければと思います。Amazon でもブルーレイで2000いくらぐらいで売ってたような気がするので、ぜひ楽しんでみてください。ですね、まあまたですね、こういう野球映画をですねご紹介できるようにいろいろとまた改めて見てみますので、よろしくお願いいたします。武田浩二でした。